ハンティントンはニューヨーク州のサフォーク郡にある町、道郡北西部にあるロングアイランドの北岸が暮らしていた。人口密度は802.5人、平方キロメートルだった。人種的な構成は上の表の通りである。年齢別に見ると18歳未満が25.5%、18から24歳が5.8%、25から44歳が30.2%。 45歳から64歳が25.5%、65歳以上が13.1%。年齢の中央値は39歳となった。平均的な世帯あたりの構成人数は2.91人で、ある。2007年推計によると、町の平均世帯収入は10万2865ドルで、家族の平均収入は11万3119ドルだった。 男女の収入差は、男性平均が6万1748ドルで、女性平均が4万825ドルだった。家族の約2.9%及び、人口の4.6%は貧困線以下である。年齢別に見ると、18歳未満の5.1%及び65歳以上の4.6%が貧困線以下の生活をしている。行政には4人で構成される。 町議会があり、彼らは全員が選挙区の選挙で選ばれる。自治体の長となる調整執行官は町全体により選出される。他に選任される職種として町役場所機関、高速道路の管理者、税金の水悼係がある。2015年までスバーロの本部がハンティントン内のメルビルにあった。2013年2月、 キャノン USA が新本社をメルビルに開設した。2002年頃にスイスインターナショナルエアラインズの北米本部がメルビルからヘムステッドに移転した。1997年エアリンガスは北米本部をマンハッタンからメルビルに移していると発表した。同航空の担当者はリース費用のコスト削減のためにロングアイランドに引っ越したと語った。同航空会社は ボストンとウエストチェスター軍の敷地に関しても検討していた。ハンティントンには2つの大学がある。学区が8つに分かれ、小、中、高等学校が存在する。私立の学校も一部存在する。ここでは名のある高等学校を掲載。週刊新聞のザ・ロング・アイランダーやザ・タイムズ・オブ・ハンティントンなどが地元のニュースに特化している。 ビレッジコネクションマガジンは、ハンティントンの街に特化したライフスタイルとエンターテイメントの雑誌である。この他に AOL が所有するオンライン専門ニュースサイト、パッチと独立系のオンラインニュースサイト、ザ・ハンティントンバズが、ハンティントンにおける問題、人々、イベントに関する地域密着型ニュースを扱っている。ロングアイランド鉄道のポートジェファーソン支線が、通っていて、 コールドスプリングハーバーからノースポートまで4駅がある。主にハンティントンエリアラピッドトランジット社のバスが運行されているが、一部地域でサフォークカウンティトランジット社のバスも運行している。詳細はニューヨーク、サフォーク郡の国道のリストを参照。ありがとうございます。